不満があるのに買いに行かないじゃないですか、うん、でもねそこで不平不満ばっか言うじゃないですか。それを変えようとしてシャドーバン食らっちゃってるからな。いやそうじゃなくて、うん、この1票はされど1票なんですよ、うん、この1票によってその議員が投票するか投票しないかっていう時もあるんですから、うん、分かります。1票の強い意味はあるけれど、登録者3万人のインフルエンサーの言葉も1票以上だったりするんですよね、うん、いやそれはこれがだからうん、代表の議員ですよ、うんうん、それこそ代表の議員の人が言ったことがこれでみんなを代表するから、うん、必ずしも我々の YouTube の登録者数が我々のキムチを代表してるわけじゃないですからね、うん、だからインフルエンサーってその3万人って言ったけど必ずしもみんな県外さんの気持ちに沿ってみんな登録してるわけじゃないからね、うん、面白いからみんな登録してるんです。このチャンネル見てみたいと思うからみんな登録するんですよ。決してその俺の意見に賛同したりとか天海さんの意見に賛同したりしてみんな登録してるわけじゃないですもん。だからみんな徐々にこう登録者数も外していっちゃうんですよ。それすごく不思議じゃないですか。だって登録しようが外そうがその人間にとって何も変えないんですよ。見なきゃいいんですから、うん、でもそこを登録を解除させるっていうことは相当なことだと思います。ダシャドーバンマンシャドーバン、バンなんですよ。登録を解除し、ね、勝手に解除していくっていうことをしてるんですよ。いや勝手じゃないですよ。いやいや、それは彼らの自由なんですよ。勝手ではないですよ。違うんです、違うんです。それがね、例えば何か問題のある話だって登録するときに一時断ってないじゃないですか。じゃなくて僕もインターネットのプログラムで検証してるんで、何か動画が評判悪くてドーンと下がるのが分かるんですよ、うん、ただあまりにもこう機械的に下がるから操作されてると動画を上げない時期を作ったんです、うんうん、動画上げてないのに下がるとおかしい。だから下がるんですよ。いや違う違う、動画を上げてる時期と動画を上げてない時期が同じ数ずつ下がってるんですよ。そう、大丈夫、なんか食っちゃうんじゃないの二人で。なんかこう陰謀論唱えるのやめた方がいいですよ。言うしてなんでかっていうと、こうみんなはなんでまずこう簡単に考えれば、なんでじゃあみんな天海さんのチャンネル登録したんですか。まあ、最初は都市伝説。面白いからですよね。それを動画上げててもつまんなかったら下ろすんですよ。動画なかったら余計下ろすんですよ。なんでそういう簡単な考えできないんですかね。いや、天海さんっていうチャンネル登録してたら動画上げたらプルンと通知が来るんですよ、うんうん、でも見たらつまんねえ、下ろしちゃうんですよ、うん、でもその登録してる人間がなんだよ最近全然動画上がんねえな、こんなチャンネル意味ねえ。そんなに間空けないですよ。だから、うん、本当にいや、だから、うん、間上げようが上げまいが、うん、要は天海さんのチャンネル登録してた人間がもうつまんないと思ってるんですよ、うん、だからそういう論理になっちゃうから今捨てて、なんだ、アップルミュージックに行ってます。アップルミュージック今ね、指アップルミュージックじゃないでしょ。アップルミュージック言ってるから関係ねえよもう。そう、うん、そこはもうちょっとこうなんだかもう大人の考えになった方がいいと思うよ。前回ハウルのことでも俺と言い合ったけど、その意見例えばこう賛同してくれる人間が多いか多くないかっていうことだと思いますよ。うん、なんかこう自分のこうわがままの気持ちをこう成長しきれてない自分の気持ちを言い通せばいいっていうもんじゃないんですよ。いえいえ、僕の場合はだからもうダメだったら次の畑作ってそこでほらほらアップミュージック子供みたいな考えじゃないですか。全然なんかダメだったら全部こうもう投げ捨てる。そうじゃん、だってこれもう釈迦の巣の上でいくら騒ごうが無理なんで、うんうん、そういう仕込みするんだったらいらないよ。あ、そうだ、アポミュージック、多分アポミュージックもそのうちクビにされますよ。大丈夫です。いや本当に、あ、それでればいい。だってアップミュージック始めてどのぐらいですか。まだだから数週間。そうでしょ。あ、2週間ぐらいか。だって始めて当時どう思ったんですか。
初めの当時、登録者パパパって増えて、視聴回数も回って、うん、嬉しかったんじゃないですか。嬉しいんですよ。でも、だからって登録者を得るような配信はしてないんで。ああ、減るような配信をしてる。いや、あれは、あの、あるがままの自分の。あるがままで自分で頑張ればいいじゃないですか。登録者数増えようが減ろうが、あるがまま自分でやればいいと思いますよ。それを登録者少ねえから、減っちゃったから、貧乏とか、なんかどうでもいいっていう、そんな、いじげた言い方はしない方がいいと思う。ああ、まあ、そうなんですけどね。でも、多分俺のチャンネルは潰されていくんで。あ、誰かに潰されている。そうですか、誰に潰されてるんですか。多分ね。じゃあ、まずプロアンチっていうのにずっと攻撃されてたんで。プロアンチ、プロアンチ、プロアンチ、うん、初めて聞く言葉ですね。だからもういろんなところでアンチはアンチでも通り越してプロ。そう、自分のバックグラウンドを全部調べて表したりとか、うん、であとない犯罪をばらまいたりとか、はいはい、いろいろもうそれずっとリストは見ててるんで、で最終的に弁護士と警察も絡めてそのチャンネルを潰したけど、あ、潰しちゃったんですか、自分で。じゃあ、相手をね。相手を潰しちゃったんですか。うん、でいろいろ手を変え、品を変え、今もいろいろやってますけど、うんうんうん、でうちの監視カメラにも怪しいやついっぱい映ってますけど、うん、だからあんだけうちの、ね、部屋にああいうものがあるって驚いて。いや、いや何が置いてあるか俺も忘れちゃったけど、何が置いてあるか。言えないけど。シャドーバンは、関係ないの。いや、ニューシャー、今ニューシャーがメインでやってるんで。え、さっきニューシャーどうでもいいっつってたじゃん。そうそう、だからちょっと意味がよくわからないや。いやいや、意味わかるでしょ、今その、ね、うん、その僕たち二人だけで意見じゃないっていうところでニューシャーの話を出しただけで、ニューシャーが潰されてるから、僕は今ミュージシャンでアップオブミュージックに全部しちゃう。アップミュージックはグーグルとは関係ないの、一切。うん、おええー、そう、いや不思議なもんですよ。そう、天才は潰されないんですよ。キュッてやっても新しいとこ、うんね、そんな釈迦の巣の上で天界天才っていうか天才だって言ってんの。いやだってもう実績が今回も知るとまさかミュージシャンに2回戦になるなんて、どこの世界にいます。歌手デビューは誰でもできるから。じゃあやってください。歌は下手だろうが何だかやってるから。いやいや、言うのは簡単です。やってください。本出そうと思えば誰でも出せるから。曲作ろうと思えば誰でも作れるんだよ。うまい曲か下手な曲か分からないけど、採用するかしないかは誰でもできるから。自費出版すれば CD 誰でも出せるから。自費出版じゃないか。いや、だからそのアップルで採用されたから、じゃあ自分にとってメリットは。いや、だからみんながそうやって僕の才能を認めないことに一夜報いましたね。もう否定しがたい事実です。いや、さっきの記憶聞かせてもらったけど、うん、俺はノーだよ。それは好みですよ、うん、だから、うん、多分いねえよあんたの曲買う人間一人も。いや、もういますけどね。いました。印税いくら入ってきたの。まだだったらまだ数週間。だから誰も勝手にっつんだよ。いや、だってチャートインしてます。チャートインってなんだよ。その再生数の月の、うん、何回ぐらいいってんの。海外で人気があるんじゃないですか。え、海外で。海外、そう、そうなんですかね。日本じゃなくて、チャートイン天才展開の、うん、ロックで、うん、40人しかないじゃないですか。2位ですね。40人しかないじゃないですか。いや、これはインスタに上げた記事であって、これは、ああ、これインスタなのね。何の記事、これ何載ってんの、うん、あれ、これもチャートインですね。あれ、だからチャートインのその調べるところがあるんですけど、うん、iTunes ストア、情報更新されましたって書いてあるでしょ。総合トップです。
うん、iTunes ストア。え、うん、総合トップ何すかそれ。その、これは僕は嘘つかないですから。いやいや、嘘だからそういうのじゃなくて、別に天海さんが嘘ついてるってさっきから一言も言ってねえだろ、うん、はい、いつ俺が嘘つきだっつったんだよ。本当不思議なもんね。一言も言ってねえだろ、嘘つきなんだよ、うん、俺、天海さんのこと、うん、いつ嘘つきっつったろ。いや、だからそんなことはないだろうって言うんで、だからこういう、いやいや、そんなことないだろうじゃなくて、その iTunes でないだからわからないけど、うん、iTunes 自体を知らねえから、はい、うん、アップルで、うん、あの採用されたからって、はい、アップルミュージックなんていうのは俺聞いたこともねえし、うん、なんだろう、うまく言えないけど、だからその、うん、どれだけすごいかわからないよ。でもあれですよ、他でも全部出ますよ。ちょっと TikTok の音楽でも検索すれば出ます、まあ、とりあえず出るから新しいものができたってことですよ。だからそれでいいじゃないの、うん、え、うん、それでいいじゃんだって、うん、いや僕としては最初に喜んでほしかったんです。いや喜ぶもないも、その前の討論がそれで、あの喜ぶ討論しねえだろう。どこでボタンをかけ間違えたんだろうね。そんなの知らない。なんかあの、うん、普通に話してたんで、なんか世の中は矛盾してるっていうところから始まったと思うけど、うん、逆に天海さんと仲いいかもしれない。何回も会ってるから。そうだから天海さんとこうやって討論もできるし、言い合いもできるんですよ、うん、あ、嬉しい。そうですよ。これ本当に YouTube でコラボしてこんな何回も会ってるの天海さんだけだから。やべえ、今嬉しくて、いや、なんかもう、そうですね、今日いじめられたから嫌われてるのかな。結構なんでこの討論でいじめられてると思ったから分かんないけど、それだけ真剣なんですよ、うん、いじめてるわけじゃないですけど、いや、僕はこのアウトロー会で信用できるのは、もう佐々木さんと駒本さん。あ、いや、やめて、あの自分と同じテレパの人間の名前だけ出してやめて、信用できんの。いやいや、あの彼は今日初めて会うの。あ、初めて会うんですね。そう、天海さんでも今日初めて会うかもしれないけど、でも前から俺に言ってた、俺は彼とはテレパでつながってる。そう、彼も訳ありなんです。訳あり物件って訳ありね。あ、訳あり物件って訳あり。訳あり物件好きだから。たぶん才能あるじゃないですか、何かが。いや、何か誰も注目しねえし、ああ何かを人を引きつけるものがあるから、多分みんなあえてちょっとこうテレパだいろいろと言っててもみんな多分注目してくれるんじゃないですか、ね、だからその辺これもうだからもうちょっと天才さ、天才には天界天才天才天才天界天才の天界さんにももっとこうなんか人を引きつけるようにしてほしいですね。だからなんかあると思うんですよ、うん、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、アポペンそうですよね